くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てるくるぶしです。はい、どうもありがとうございます。今日も、元気にソロでお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日はですねイベントのお知らせでございます。くるちょもチャンネルもですね、まあイベント、ただやってきたんですけれども、一番最初にやったイベントがですね、くるちょもミーティングという、ファンミーティングみたいな、イベントをやったんですが、くるちょもミーティングのボリューム2が決定しました。イエーイ。いや、素晴らしいですね。日付の方が、2022年1月9日日曜日。前回、参加された方は結構わかってると思うんですけど、くるちょもミーティングは2部制になってます。一部はどんなことするのっていうのはですね、一部が、今回はですね、舎人公園、足立区っていう東京にある区らしいんですけど、足立区っていうところの、舎人公園。内容としてはですね、くるちょもチャンネルと、お散歩しながら、ピクニック、そしてくるちょも撮影会、くるちょもの写真基礎知識講座。まあ、カメラ持ってる方もね、持ってない方でも、全然カメラ興味なくても、スマホとかあれば、十分楽しめる、内容に なると思いますので、ぜひぜひカメラ持ってないよっていう方も、もう俺人見知りなんだけどみたいなね、方も全然くるちょもが、柔らかくほぐしていきますので、一部は舎人公園で、なんか俺ちょっとフルーツバスケットとかしたいんだけど12時集まって12時半始めるよって感じ。料金4000円になります。そしてですね、第2部。こちらがですね、しこたま、舎人公園の、方で遊んだ後に、舎人公園からですね、電車で、一本で、数駅で行けるとこなんですけど、カフェラクーン。前回もここで、ミニライブをさせていただいたんですが、カフェラクーンさんの方で行います。カフェラクーンさんは、僕がですね、かなり昔から付き合いのある、方がやってるお店で、カフェのメニューも美味しいので、ぜひ食べていただいて、疲れた体を、コーヒーとか、トーストとか、ホットドッグとか、美味しいものでね、満たされながら、くるちょもと一緒に過ごしましょうというイベントですね。はい、こちらがですね、第2部の内容としては、イデクルブシ&チョモララテミニライブ、そしてくるちょもチャンネルの公開収録、そしてくるちょもチャンネルライブという、オープンが17時半、スタート18時、料金が、3500円、プラス、ワンオーダー制となっております。ね、第2部も、2時間ほどで終わるとは思うんですけども、まあ、何にせよ、まだまだコロナ禍なので、感染症対策ですね。こちらバッチリ、行いまし、ちょっとね、前回と違うことは、前回は、お客さんをですね、大きめの車に皆さんを乗せて移動してたんですが、今回はまあコロナ禍ということで、それができないので、まあちょっと途中電車移動を挟む形にはなるんですが、まあすぐなのでね、はい。そこだけちょっとご了承いただければなと思います。はい。もう一度日付が、2020年1月9日、くるちょもミーティングボリューム2ということで、概要欄の方に、予約の URL を、載せておきますので、ぜひぜひ。定員何名ぐらいなんだろうな。まあ定員もちょっと聞いと概要欄のに書いておきますので、満杯になったら、ソールドアウトという感じで、いきたいと思います。はい、今回はですね、くるぶしソロで1月9日のくるちょもミーティングボリューム2のお知らせでした。ありがとうございます。たくさん予約待ってます。会おうね。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。